今日は9月20日、今午後3時40分ですね。はい、昼からちょっと作業をしてここの稲刈りに来ました。昨日もちょっと稲刈りしたんですよね。こっち3列往復かな、6列かな。で、今ちょっとその辺まで行ったんですけど、ここから見ても分かるように、稲の成長が悪いですよね。この前、買ったところとするとですね。はい。だから、あぜに並んでる、買った稲束も少ないでしょ、だいぶ。はい。そういう状況です。で、これは隣同士っていうか、まあ一つの株の稲なんですけど、これはだいたい成長してますね、ほら。ね。で、これがまだまだなんですよ。で、わかります？ほら、花粉がまだ、今出てるでしょ。これはなんか、これも花粉かな。はい。花粉というか、おしべですね、おしべ。はい。こんな感じで、あまりにも成長具合が違うんで、ですね。管理があんまり悪い結果がこれなのか、管理をちゃんとすればそれなりに揃うのか、その辺のところもまだちょっとよくわかりませんけど。来年、復興期直撒きをしてみて、ちゃんと管理できれば、どういう結果になるのか、ということですね。彼岸花も出てきました。お彼岸。今日が彼岸？二十何日？どっちだったっけ？ あんまり祭日も関係ないんで分かりません。はい、俺たちに休みはないですので、はい。はい、このくらいにしておきます。